こんにちは、ロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平です。 MLB 見るならスポゾーンで。まあ、全体的にコマンドも良かったですし、まあ、打たれたのが、ね、やっぱりホームランになっているので、そこら辺は前回に続いて反省点かなと思います。そうですね、まあ、もうシーズンも最後の方なので、はい、いろいろ上げながらいきたいなと思ってます。いや、そんなことはないですね。まあ、多少帰りが遅か、あの張りの帰ってくるのが遅かったので一応、報告をしたっていう感じですね。問題はなかったですね。まあ、もちろん球数的に抑えれた9回も行きたかったぐらいだったので、まあ、全体的にそういう感じだったかなと思います。まあ、さっきも言った通りシーズン、まあ、まずは一番シーズンの目標としては健康で最後まで終わるっていうのがまあ一番の目標ではあるので、まあ、その中で、まあ、負担のかかる球、かからない球、いろいろありますけど、まあ、シーズンの中でトータルしてみたときに、まあ、全体の球種を抑えるところあると思った。まあ、今日はもうさ残り試合数も少ないので、そういう意味で多めにはなりました。まあ、個人的にはやっぱり投げないと、なんていうんですかね、まあ、成長できないというか、まあ、もちろん今年で終わるわけじゃないですし、来年以降ももちろんど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 ん投げ続けたいなという意欲はあるので、まあ、一試合一試合、より来年につながるように、まあ、チームとしてもそういう今は方針だと思うので、まあ、正直辛い9月ではあるかなとは思いますけど、まあ、こういう9月を過ごしたくないなって思って来年また頑張れるように、残り試合数頑張りたいなと思ってます。まあ、もちろん取りたいなっていう気持ちは、まあ、あるっちゃありますし、まあ、残りももう少ないので、まあ、取りたいなという気持ちもありながら、まあ、やっぱり1打席1打席いい感覚で、最後いい感覚で終わるか、悪い感覚で終わるか、まあ、来年以降のこうなんていうんですかね、オフの取り組みも変わってくると思うので、まあ、まずはいい打席を増やしたいなっていうのが一番かなと思います。そうですね、まあ、単純に甘い球がまず少ないっていうのがまあ一番かなとは思うので、まあ打線の中でこう戦ってるので勝負するとこしないとこいろいろあるとは思いますけど、まあ、その甘い球の絶対数も少ないので、まあ、いいバッティングができる機会もなかなか難しいかなと思いますけど、まあ、自分の成長のためだと思って、そこでもしっかり成績を残せるように工夫しながら頑張りたいなと思ってます。まあ、違和感というか、そうですね、まあ、ハリガール自体は普通なので、まあ、その中、まあ、5なり6なり、1日1日そのなんていうんですかね、元の状態に戻ってくる感覚というか、そういうのがまあちょっと遅いかなっていうふうに感じたので、まあ、それをまあ報告はしました。それはそんななかったですかね。まあ、試合前の張り自体はもう完全にいつもの感じに戻ってたので、まあ、単純にその、まあ、全体的な疲労もあると思いますし、元の状態に戻るのは少し遅いかなっていうふうに感じたぐらいかなと思います。まあ、そもそもいいバッターの人たちが周りというか、まあ、そうやって競ってるので、単純にそういう人たちとこう競り合いながら、やれること自体まず少ない機会だと思うので、もったいないなとは思いますね。はい。まあ、結果的にね、ホームランになってるっていうところで言うと反省すべきところだなとは思いますし、まあ、打たれるのを嫌がってね、こう隅々というかフォアボールでもいいくらいの感じで投げるのも全体のピッチングを考えたら
消極的なのかなと思うところもあるので、まあその折り合いをつけながらやるのがまあ先発ピッチャーの仕事ではあるかなと思うので、まあそこシングルで終わるのかホームランになってしまうのかでも、まあ、全然違うところではあるので、そういう意味ではいい投球ではなかったなと思ってます。そうですね、まあそもそもそんなになんていうんですかね、この後休むような状態ではないですし、はい、まあ大事を取ってっていう感じなのかなとは思うので、まあ、最後まで投げて打って、やりきりたいなっていうのが一番かなと思います。そうですね、まあ枠の外とかね、枠の隅っことかやっぱり結構多くはなってきてるので、まあ単純に見極めが難しいゾーンにあるかなっていうのも一つあります、あるかなと思うので、まあ少しこうバッティング自体も強引になってるのかなっていうところはあるので、まあしっかり自分の形で打てれば、まあ多少隅でもヒットになる確率も上がるのかなとは思います。もちろん勝ちたいなっていう気持ちは常に持ってますし、勝つということは、まあ、チームがリードしている状態でマウンドを降りるということなので、まあ、それだけゲームをこうコントロールして、降りているということではあるかなとは思うので、まあ、今日みたいにああやって先制点を与えてしまって、まあ、打線としてもいい流れではないっていうなってくると、なかなか8回を2失点で抑えても勝てないのかなと思うので、まあ、そういうゲームを多く作れるように、まあ、残り何試合あるか分かんないですけど頑張りたいなと思ってます。まあどっちもありますかね。もちろんいい打線なので、どのぐらい投げれるかなっていうのもありますし、単純に自分が投げてるボールの良し悪しを判断しながら試合をコントロールできる面白さももちろんあるので、それはまあどちらもあるかなと思います。まあ、確実に成長はしてると思うので、まあそれは自分でも実感しますし、やっぱりこうやって高いレベルの中でやらせてもらって、日本にいるだけではね、こうやってここまでの経験はできなかったかなと思うので、それはすごい感謝してます。まあ、ローテを守るのもそうですし、まあ、試合にこうやって多く出るのも、4年間ではなんか初めてなので、はい、まあ、さっきから言ってますけど、もう最後まで、健康で、出続けて終わるっていうのが一番かなと思ってます。まあ、トップだったので、単純に、まあヒットというか、まあフォアボールでもよかったですけど、まずは塁に出るっていうのが一番大事でしたし、まあチームとしてこうやって抑えられてる中で、まあブンブン個人的にこう振ってってもしょうがないところではあるので、まあ一番確率の高そうなものをチョイスしたっていう感じですかね。はい、ありがとうございました。大谷選手ありがとうございました。This will conclude our ZeusMLB 見るならスポゾーンです。